バイオハザード・リベレーションズには、カップコンより発売されたゲームソフト。バイオハザード・リベレーションズの続編であり、リベレーションズシリーズの第2作目にあたる。続編ではあるが、時系列上のつながりはあるものの、ストーリー上のつながりは、ほとんどない。バイオリベにとも、リベレーションズは、真実を意味する。二0十五年三月十九日にプ、プレイステーション四、プレイステーション三 Xbox One、Xbox 3バイオハザードシリーズとしては、2012年発売のバイオハザード6以来、約2年5ヶ月振りとなり、同年発売のバイオハザードリベレーションズ以来、約3年2ヶ月振りのシリーズとなる。時系列的には、バイオハザード5と6の間に位置し、5での事件から2年後、RV から6年後の2011年が舞台となる。 また、ゲームシリーズと同一の世界観に相当する、フル CG アニメ映画、バイオハザード・ダムネーションとも同系列に位置する。バイオハザードの主人公、クリス・レッドフィールドの妹で、バイオハザード2の主人公だった、クレア・レッドフィールドと、1の主要人物であるバリー・バートンを、主人公として、前作、RV のコンセプトはそのままに、趣きの異なる2つの脱出劇が描かれる。また、 RV 同様、新たなエピソードが始まる際には、これまでのリベレーションズには、というセリフとともに、前エピソードのダイジェストが流れる。さらに、エピソード1から3の終了時には、次回のリベレーションズには、というセリフとともに次のエピソードの予告映像が、流れる。カプコンのゲーム作品としては、初めて、4つあるエピソードごとに順番に、オンラインストアで分配された。 2015年2月25日から4週にわたって毎週水曜日に配信され、エピソード4配信の翌日の同年3月19日に全エピソードを収録したパッケージ版が発売された。なお、先日通り RV とのつながりはほとんどないものの RV での事件に直接的に触れられている描写はあり、5での事件や6の登場人物にも少しだけだが、 触れられている。RV と違い、マルチエンディングとなっており、グッドエンドとバッドエンドが存在する。基本的には、ビハインドカメラ方式となっており、6より導入されたダッシュや不意打ち、RV でのシステムも引き継いでいることに加え、新たなシステムも導入されている。クレア編、DG から6年後の西暦2011年。クレアレットフィールドは、NGO 団体。 テラセーブの職員としてバイオペロや薬害の被災者救済に世界を飛び回っていた。ある日、クレアはテラセーブ本部でも様されたパーティーに参加し、そこには新人職員のモイラ・バートンもいた。二人はクレアの兄クリス・レッドフィールドとモイラの父、バリー・バートンを介して知り合い、今は親しい友人同士となっていた。互いに冗談を言い合う、楽しい時間を過ごしていたが、 パーティー会場に突如、謎の特殊部隊が流れ込んでくる。特殊部隊により、機密情報漏洩とスパイ嫌疑という身に、覚えのない罪をかけられたクレアは、必死の抵抗を試みるも薬で気絶させられてしまう。クレアが意識を取り戻すと、そこは見覚えのない古びた施設の檻の中だった。腕には謎の腕輪が取り付けられており、クレアが立ち上がると、なぜか檻の扉が解除される。 状況を飲み込めないまま、檻から抜け出して歩いていると、道中で自分と同様に捕まっていたモイラを発見。彼女を助け出し、謎の施設内を捜索する。ところが、その最中、ゾンビに似た異形の化け物に遭遇。さらに、その化け物は一人の女性を襲い追いかけていた。クレアたちは女性を助けるべく追いかけ化け物を知りけるが、すでに女性は致命傷を負って、 だらけになってておりクレアたちの目の目前で生き絶えてしまうその女性は、クレアたちと同じテラセーブ職員のジーナ・フォリーだった。その後もしばらく施設内捜索していると、腕輪から突然、オーバーシアと名乗る、謎の女の声がして、ボセクへ向かえ、そこで全てが始まると告げる。未だ状況を飲み込みきれない中で歩を進め、化け物たちを振り切って辛くも、 施設の外に出ると電波塔を発見。二人はそこへ向かい、クレアが電波塔の上まで上り電源のレバーを引く。モイラは電源の回復を確認すると涙声で必死に救難信号を発信する。そしてクレアは周りの風景を見るとそこには見渡す限りの大会しかなく自分たちのいる場所が絶海の孤島であることを知る。バリーヘン孤島を目指し会場を ボートで走り抜ける一人の男がいた。男の名は、バリー・バートン。モク楽ン死刑の特殊部隊、STARS の隊員にして、現在は、ブザのアドバイザー。バリーは、悲痛な面持ちで孤島を見つめる。それは、最愛の娘のモイラが消息を絶った上、彼女の行方を探すうちに今見つめていることに、いるという情報をつかみ、ここまでボートを走らせてきたからであった。 孤島に着くと、早速モイラを探すために行動を開始するが、そこで、ナタリア・コルダという白服の少女と出会う。なぜこんなことで単独行動をしていたのか、という疑問を持ちながらも、バリーはナタリアを危険だからと船で待つようサトス。しかし、ナタリアは、一人は嫌だと言って聞かないため、自分から離れないことを条件に共に行動させること、しぶしぶ認める。ナタリアには、 化け物の気配を感じ取れる能力があることが分かり、バリーはナタリアの能力のサポートを受けつつ、島の奥へ進んでいく。その後、辿り着いた電波塔で救難信号を解析すると、モイラが救難信号を発信したのが今から半年前であることが判明し、バリーは驚愕する。さらに、モイラの名を出すとナタリアは頭を抱えて苦しみ始め、 モイラは死んだとバリーにとっては耳を疑う言葉を告げる。クレア編オーバーシアの指示を受けた、クレアたちは、その指示に従い漁村にある酒場ボセクへと向かった。ボセクにたどり着くと、そこには、アフリクテッドたちから辛くも逃げてきていた、同じテラセーブ職員のガブリエル・チャベスことゲーブと、ペドロ・フェルナンデスがいた。ゲーブは目が覚めたら森の中にいて、仲間のエドワード・トンプソンが殺されたことを、 クレアは廃墟の収容施設で目覚め、ジーナが殺されたことをそれぞれ伝え合った。それからはしばらく母セクの中を調べていたところ、またしてもオーバーシアから連絡が入り、これから始まる実験のためにウイルスを全員に投与したことを知らされる。一同は驚愕の表情を浮かべ、言い知れない恐怖を抱きそうになるが、クレアたちはとりあえず母セクを出て、漁村の調査に乗り出していく。 村を調査する過程で、ゲーブは一機のヘリコプターを発見した。クレアたちは村内を探索し、ペドロと協力しながら、ヘリに必要なバッテリーと燃料を入手。あとはヘリを修理するだけとなり、ゲーブにそれを任せることにした。だがその時、突如けたたましいサイレンが村になり響き、それが合図だったかのように次々とアフリクテッドたちが、クレアたちを襲撃してきた。 クレアたちは母クに牢上し、必死の抵抗を続けるが、ペドロが恐怖に耐えきれなくなり、体内のウイルスが発症、異形の姿に変異してしまう。ペドロはそのまま持っていたドリルを振り回して、クレアたちに襲いかかってきた。クレアたちは必死にかわしながら逃げ回っていたが、ま一発ニールが救援に現れ、どうにか村からの脱出に成功する。ペドロが発症前に、 腕輪の通信は電波が阻害されない高いところから発信されていると言っていたのを受け、三人は市街地の中心に立つ塔を目指すことにした。しかし、道中またもアフリクテッドたちに襲撃され、ニールはクレアたちを逃がすためにおとりとなり、アフリクテッドたちをおびき寄せながら走り去っていった。クレアとモイラはそのまま市街地を進んでいくが、その途中、 クレアたちと同じ腕輪をつけている白服の少女に出会う。少女の話から彼女はテラ西部の施設からこの島に連れて来られたことが判明する。その後、三人は敵を退けながら塔を目指していたが、その時ゲーブが操縦するヘリコプターが頭上に現れた。これでようやく脱出できると思った矢先、ゲーブの腕輪からルール違反よ。 グレーゴルとオーバーシェアの冷たい声が聞こえ、ヘリが突然故障。ヘリはなす術なく、そのまま建物に激突し炎上した。さらに、先ほどまで一緒だった少女も、クレアたちの前から姿を消してしまう。バリー変なタリアから、塔へ行く途中で、モイラと一緒になったと告げられたバリーは、漁村と市街地を抜けて塔へと向かう。しかし、彼らを待ち受けていたのは感染者だけではなく、 かつて、アルバート・ウェスカーが開発した、ウロボロスウイルスでできた強力な化け物たちだった。その途中、ナタリアは7年前のバイオテロ事件、テラグリジアパニックで両親を失い、以来ずっと一人で、テラセーブの施設にいたことを語る。塔へとたどり着いたバリーは、瓦礫で荒れ果てた、塔内を進むうちに一枚の写真を見つける。それは、アルバート・ウェスカーと一人の女性が写ったものであった。 ナタリアはその写真を見て、ウェスカーを知っているといい。アルバート・ウェスカーではなく、一緒に写っている女性の方を指さして、アレックス・ウェスカーと告げる。バリーは、そんなはずはない。と口では否定するも、ウェスカーが二人いるという事実に驚きを隠せない。そんなバリーとナタリアの前に、呼吸器のようなものと大きなマントを身にまとった不気味なものが姿を現し、ナタリアを見つめると、 彼女の名を読んで指を刺したのだった。クレア編ナタリアを見失ったクレアたちは近くでニールのメッセージを見つける。そこには一言、工場へ行けとだけ書かれていた。ナタリアとニールを探しつつ工場へ向かうクレアたち。しかしその場所もオーバーシアのテリトリーであった。ニールの手がかりを見つけたクレアたちであったが、突然、オーバーシアから神々の処刑場。 そこに答えはあると言われ、付近を捜索する一行。そして、工場内に潜入するが、そこで待ち受けていたのは、彼女の仕掛けた罠であった。工場はかつて、食品加工の施設だったが、オーバーシェアによって、数々の残虐な仕掛けや生産な光景が、散りばめられた狂気の施設へと変貌を遂げていたのだ。二人は協力しながら、幾度もの罠を乗り切り、ニールの捜索を続ける。 だが、突如、異国の言葉でのアナウンスが聞こえだし、二人がシャッターを開けた先では、グレンの炎が、酒造棟を包み込んでいた。辛くも脱出に成功した二人はそのまま、地下下水道を通って、塔の最上階を目指す。地下下水道から塔内にある墓場を通って、ようやく最上階につながるエレベーターがある広場にまで、たどり着いたが、そこで、クレアが、今回の事件を手引きしていたのは、 ニールであることに愕然としてしまう。モイラに案じられつつもオーバーシアの元へ向かおうと、エレベーターに乗り込もうとしたが、そこにはフラフラになりながらニールがクレアに倒れ込んできたのだ。これが、俺のやり方だ。そう告げるニール。ニールを気遣おうとするが、クリーチャー化したニールとクレアが退治、一度はニールを倒し、エレベーターで最上階に行こうとしたクレアたちだったが、 ニールがクレアたちを襲撃、下に転落してしまう。ニールにのしかかられて、身動きが取れないクレア。その隣に倒れるモイラと落ちた拳銃。モイラは幼い頃の銃を持てなくなったトラウマと恐怖を振り払い、ニールにとどめの銃撃を何度も撃ち込み、息の根を止めさせた。クレアは驚きながらも、ニールの遺体から抜け出し、改めてエレベーターに乗り込み、オーバーシアの元に向かっていった。 バリー編、ナタリアの名を呼び、彼女に指さす不気味な人物。ナタリアは驚きを隠せない表情を浮かべる。バリーは顔だけを向け、言葉には出さなかったが、知っているのか。という表情をナタリアに向けるが、ナタリアは否定する。するとその人物は静かに呼吸器を外して、その不気味な素顔を明らかにする。その人物の正体こそ、半年前に、 モイラたちを実験に巻き込んだオーバーシアことアレックスであった。バリーはモイラの行方を聞き出そうとするが一人残らず葬ったとだけ言われてしまう。わずかな希望を打ち砕かれたバリー。それと同時に周りをクリーチャーに囲まれてしまう。バリーは後で必ず殺すとだけ言い残しとっさの起点で何とかナタリアとその場を逃れた。無事に下水道に到着したバリーは傷ついたナタリアを 解放しながらも先へ進む。その道中、バリーは、モイラの残した録音メッセージを発見。モイラのメッセージに悲観するバリー。だが、娘の仇を討つため立ち向かう覚悟を決めたバリーは、アレックスへの復讐を果たすと誓うのであった。下水道を抜けた先の水路を抜け、ようやく外に出ることに成功。そこはかつて使われていた鉱脈の採掘場であった。その後は、 ナタリアと協力しながら採掘場を進んでいくと、またしてもアレックスが出現、応戦しようとするバリーだったが、アレックスが瞬時にバリーを崖の下にまで吹き飛ばし、ナタリアを締め上げようとしたが、なぜか急にやめ、突然大きな悲鳴を上げたのだった。クレア編オーバーシェアの計画した、非道な実験に巻き込まれたクレアとモイラ。だが二人の長い戦いも終わりの時を迎えようとしていた。 裏切り者のニールを尻け、オーバーシアのいる中枢へ迫るクレアたちであったが、同時に、アレックスがナタリアに施した、転生の儀が完了してしまう。数々の罠をくぐり抜け、ついに退治したオーバーシアと、クレアたち。しかし彼女は不気味に言い放つ。実験は成功したとそう言った後、彼女はおもむろに銃を、自らの米紙に当てつけると、我々の救い、それは死である。 と言い残し、そのまま引き金を引き、自殺をしてしまう。わけがわからないまま、混乱する二人。が、その直後、塔の爆破シーケンスが作動。死んだ彼女に聞きたいことを聞けなかった、悔しさを抱きながらも、崩落の始まった塔からの脱出を余儀なくされる。死に、物狂いでようやく出口が見えかかったところで瓦礫が、クレアめがけて崩落してきた。それを見たモイランが彼女をかばい。 前に突き出した。悲痛の叫び声を上げるクレアに、クレアだけでも逃げてそう告げるモイラ。何としても助けたかった、クレアだが、東方楽まで行くばくもない、泣く泣くクレアは、カズトトウから脱出をしたのだった。そうして、満身創痍で生還を果たし、とある病院の集中治療室へ運ばれる、最中、朦朧とする意識の中、バリーの呼びかけに意識を、かろうじて浮上させたクレア。 バリーから、モイラは絶望のどん底に突き落とされたバリーは治療室の前で、うなだれるしかなかった。バリー編、アレックスの不意打ちを受け、気絶していたバリー。太目を覚ますとナタリアが、心配そうにこちらを見ていた。彼女の無事を確認し再び、アレックス捜索を開始する。進んだ先にあったゴミ捨て専用のクレーンを利用して、施設に入り、 毒ガスが充満する内部を足早に進むと、その先には、洋館が構えられている施設にたどり着く。ナタリアは、綺麗なところと言ったが、バリーは、十数年前の洋館事件のトラウマを思い出すと、懸念な様子。その施設の地下へ進むと、そこは、レベナントをはじめとする、BOW の製造と、ウイルスの研究施設となっていた。そこに現れるレベナントたち BOW を、 退りけながら二人はさらに地下の信号部へと歩みを進める。途中、腕輪からアレックスのナタリアに対する憎悪の声が聞こえてきた。まがいもの、本物、ナタリア、死ねと執拗に繰り返すアレックス。怯えるナタリアをよそにバリーはさらに奥へと突き進んでいく。一方、アレックスは私が生きている限り、お前の存在を許すわけにはいかない。 呪いの言葉を吐き捨てた後、自らにウロボロスウイルスを投与、同時にバリーが館にたどり着き、ついに両者が退治、アレックスは異様な姿をした怪物と化し、二人に襲いかかってきた。ナタリアに対するアレックスの必要な攻撃から、ナタリアを守りつつ、バリーは噴戦、何発もの銃撃を浴びたアレックスはその場に倒れ込み、動かなくなった。 動かなくなったアレックスに近づくバリーだったが、油断した隙をついたアレックスがバリーを吹き飛ばし、そのままナタリアに掴みかかると、ナタリアを締め上げていく。あまりの力で吹き飛ばされたバリーはそのまま動くことができない。しばらく締め上げられていたナタリアは動かなくなり、死んだと思われたが直後に再び目を覚ますと、そのままアレックスの腕を引きちぎり、そのままさらにオレンジ色のコアを引きちぎって、 帰り討ちにして殺害する。先ほどまでのナタリアとは違う様子にただ、見ていることしかできないバリー。アレックスを殺したナタリアに話しかけるがナタリアは、冷たい笑顔を見せながら、ナタリアじゃない、私はアレックスよ。と言い放ち、バリーに別れを告げると洗い声を上げながら、その場を静かに後にした。モイラもナタリアも救えなかったバリーはもはやその場に、へたり込みうなだれるしかできなかった。 動かなくなったアレックスに近づくバリーだったが、油断した隙をついたアレックスがバリーを吹き飛ばし、そのままナタリアに掴かみかかると、ナタリアを締め上げていく。あまりの力で吹き飛ばされたバリーはそのまま動くことができない。万事休すかと思われた時、激しい銃声とともに、アレックスに何発もの銃弾が打ち込まれ、アレックスはもがき苦しみながら再び倒れ込み、ナタリアはことなきを得た。 銃声がした方向に、バリーが目をやるとそこには、トラウマで銃が持てなかったモイラが銃を握りしめて立って、いたのだった。バリーはモイラが無事だったことに、モイラはバリーが助けに来てくれたことを喜び合い、讃え合う。が、直後に、アレックスが復活、だがウイルスに侵食されもはや自我も失い、ただ激しい方向を上げるだけの化け物と化してしまい、バリーとナタリアに襲いかからんとしていた。 モイラはすぐさま逃走経路を確保し、二人を誘導して逃げに転じたが逃げた先は断崖絶壁。背後からアレックスに追い詰められ再び窮地に立たされる三人。そこへ一台のヘリコプターが姿を現した。そこに乗っていたのはクレアだった。クレアは研ぎ澄まされた感覚でライフルの銃弾をオレンジ色のコアに当てる。その直後、三人をヘリに乗せると、 助けられなかったことをモイラに詫びようとするクレアだったが、モイラは助けに来てくれたということで意に返さなかった。そこへ、なおも激しい方向を上げて迫り来るアレックスに対し、バリーとクレアは共同戦線を張り、アレックスと交戦を交える。バリーの誘導とクレアの的確な狙撃、互いの息の合った連携によって、戦いを優勢的に進めていき、 最後はクレアが放ったロケットランチャーの直撃を喰らいアレックスは爆発資産。4人は無事に島から脱出した。アレックス・ウェスカーの自害と共に起きた塔の崩落に巻き込まれたモイラ・バートンは下水道のある場所で目覚める。彼女を助けたのは道中で出会った老人のエフゲニー・レビックであった。エフゲニーはモイラが回復したことを察すると回復したなら さっさと出ていけと言い放った。それを聞いたモイラは一度は出て行こうとしたもの、頼るものがなかったため、やむなしにエフゲニーにおいてもらうよう懇願したところ、ただ飯を食わせるほどの余裕はない、生き延びたければ、自分の、こうして、モイラの半年間に及ぶ、サバイバル生活が幕を開け、エフゲニーと共に、食べ物と武器の調達、時には、クリーチャーや、b o w との戦いに、 幾度となく、見舞われながらも、どうにか、半年間生き延びてきていた。とある日に訪れた鉱山の採掘場にて、エフゲニーの娘、イリーナが、すでに死亡したことを知り、強いショックを受けるエフゲニー。そこへまたしても BOW の群れに襲撃されて、しまうが、辛くも撃退に成功する。森に手拾った手帳を見たモイラは、それが、自身の父、バリーのものであると気づくと同時に、 彼が自分を助けにこの島に来てくれているかもしれないことを知る。その可能性を抱いたのと同時にモイラはエフゲニーとの最後のやりとりを回想していた。自らを突然締め出したのである。涙にくれながら中に入れるよう懇願するが、この島で死ぬ道を選んだエフゲニーは、お前はここで死ぬべき人間ではないはずだ。必ず生きて帰れ。と彼なりの気遣いによって、 モイラを送り出した。そして、この時、初めてお互いの名を教え合ったのである。エフゲニーに激励をされ、彼の住みかを後にしたモイラはバリーを探すために、歩み出したのである。そして、向かった先にある中が明るくなっている洞窟に近づき、そこへ入ると、倒れているバリーを発見し驚くモイラ。その横に目をやると、 化け物と化したアレックスがナタリアを今まさに締め殺さんとしている光景を目の当たりにした。アレックスが器として認めたナタリアに転生の儀を施し自害してから半年が過ぎた頃、ナタリアは夢を見ていた。真っ白な場所、そこに座る赤いクマに青い服と帽子をかぶったぬいぐるみが突然立ち上がり挨拶をしてきた。それに嬉しくなり笑顔で答えるナタリア。 夢はそこで終わり、ナタリアは下水道の奥で目覚めた。彼女は手元に大切なぬいぐるみのロッティがいないことに気づく。悲しむナタリアに一人の少女が話しかけてくる。彼女の目の前に現れたのは同じ顔で黒いドレスをまとったもう一人のナタリア。もう一人のナタリアはロッティからの手紙を預かっていたと手紙をナタリアに渡し、さらにロッティからの手紙をたどろうと提案する。 それに賛成したナタリアは黒服のナタリアと共に行動に移る。大勢の敵から身を隠しつつ、ロッティからの手紙を頼りに島を進んでいく二人のナタリア。その道中、黒服のナタリアがたびたび、もうロッティのことは諦めたら、友達なら私がなってあげる。という彼女に対して白服ナタリアは絶対に嫌と言って堅くなに拒否しつつ突き進んでいく。 そして、ついにロッティの元にたどり着いたが、そのロッティはナタリアに対し役体をついた後、倒れ込み動かなくなった。その後、黒服ナタリアが、もう少し時間がかかりそうね、と意味深な言葉を注げ、消えていった。そして、一人となったナタリアは、自分が島の海岸にまで来ていることに気がつき、ふと海の方向を見ると一隻の船が、猛スピードで、こちらに向かってくるのが見えていた。 ここでは、プレイヤーキャラクターである4人を挙げる。本作に登場するクリーチャーは、大きく分けて、T4 ボスと、ウロボロスウイルスによって生み出された、もしくは、感染して、自然発生したものに分けられる。シリーズおなじみの基本武器、QX19mm パラベラムの弾薬を使う。12ゲージ弾薬を使用する、3弾銃、狩猟用から、軍、 警察用の武器としてもおなじみである。実質的にはサブマシンガン的位置づけの武器、主に軍や警察の特殊部隊での使用が一般的、軍用として最も有名な武器のカテゴリー。三段銃と同じく狩猟用から軍、警察用まで幅広い用途のある狙撃銃、威力にも優れ貫通力も高い。シリーズ恒例の高威力武器、 デザートイーグルなどの半自動式拳銃の登場はなく、いずれも大型リボルバーを使用する。ありがとうございます。